皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。いよいよ明日に迫ったベスト8のスウェーデン戦、これに勝てば頂点も現実的になってくる試合だね。ノルウェーに続いて体格で勝り、国際大会ではベスト4が当たり前のスウェーデンが相手ですからどうなるか。ここまでは安定した戦いぶりで優勝候補の呼び声も高いなでしこだけど、一発勝負の怖さもあるしね。とはいえ、この大会でなでしこジャパン、そして池田監督のことを知った人もきっと多いと思う。はい、それは私のことですねわら。そこで池田監督就任以降、どういった歩みを見せているのか、少しまとめてみようと思うよ。そもそも就任したのは2021年の東京五輪が終わった後ですよね。そう、東京五輪が閉幕して2ヶ月後、なでしこジャパンの新監督に池田太氏が就任。2018年の FIFA Under-20 女子ワールドカップで U20 日本代表を優勝に導いた池田監督は、1981年の日本女子代表結成から40年の節目ということもあり、ここから未来へつなげていくために、なでしこジャパンを一歩前に進めなければいけない。世界一を奪還する。と力強く宣言。初陣はいきなりアウェイでのオランダ遠征。オランダってベスト8にも残ってるし前回のワールドカップ準優勝国ですよね。なかなか厳しいマッチメイク。就任後池田監督がトレーニングキャンプから発信してきたコンセプトは奪う。初陣のアイスランド戦は0対2で敗れるも、FIFA ランキング上位の強豪オランダに0対0で引き分け、池田監督は、守備や攻撃での共通理解を選手たちと共有できた。世界で戦う上での質を上げていかなければならない部分は多々ある。と手応えと課題を口にした。どう奪って、それをどう攻撃につなげていくかという部分になるのかな。そして翌年の1月にインドで行われた AFC 女子アジアカップでは順当にベスト4に入りワールドカップ行きを確定。しかし、大会3連覇を狙う日本は準決勝の中国戦で PK 戦で無念の敗退。得点を決めきるところや、時間帯を考えてしっかりゲームコントロールする部分はもっと磨いていきたい。と新たな課題を口にしつつも、得点ランク2位となる5ゴールを決めた植木や、現なでしこの10番である長野。アンダー20ワールドカップにて世界を制覇した若い選手たちの台頭はこの大会から顕著になっているね。そして次に行ったのはまたも遠征。出場権を獲得した女子ワールドカップに向けて課題を克服すべくセルビアとフィンランドへ。男子に比べると集客数も厳しいのか国内での試合っていうのが少ないですね。セルビアには5対0、フィンランドにも5対1と圧勝。植木はアジアカップから代表戦で5試合連続ゴールと絶好調。いろいろなコンビネーションや関わりの中でゴールが奪えた。と手応えを口にし、続く E1 において初タイトルを獲得。韓国には宮沢ひなた、長野風花のゴールで2対1と勝利し、台湾戦でも4対1と逆転勝利。そしてアジアカップで苦杯を舐めた中国にはスコアレスドローで日本は E1 連覇。池田監督には初タイトルになった。ノルウェー戦で素晴らしいセーブを見せた山下は大会ベストゴールキーパーに。同じくノルウェー戦で勝ち越しゴールを奪った清水が大会 MVP に輝き、さらになでしこは次の遠征で進化することに。それは何ですか？次の遠征で試したのは現代表にとって馴染みのあるシステムである3バック。2022年10月に国内で行われた親善試合はナイジェリア、ニュージーランドという共にワールドカップ出場国との連戦。若い世代の選手との融合も含め、新しい組み合わせを試合やトレーニングの中で試す。とコメントしていた池田監督は4バックに加えてアンダー20で馴染みのあった3バックを採用。この連戦で連勝し、自分たちのプレーの幅を広げるという意味で、新しいシステムを準備して戦った。そこに向けての取り組みは満足しているし、得点はセットプレーのみだが、攻撃、守備でアグレッシブさを出せた。とし、3バックを試したいととして、これまでなでしこのシステムは 4-4-2、4-2-3-1 がベースで戦ってきていた。ワールドカップを戦う上でバリエーションとして、相手に対して、マッチアップで有効になるか、バリエーションを増やしたかった。と池田監督は説明し、さらにフォワードの浜野、藤野といった若い力を招集し、戦力の見極めも行った点も見逃せないね。3バックって今までずっとやってたやり方じゃなくて1年前ぐらいから試し出した形なんですね。そうだね、試行錯誤しながらここからこのシステムをものにしていくわけだけど、当然ずっとうまくいってるわけではない。次の欧州遠征、強豪のイングランドとスペインとの試合では共に完敗。このタイミングでヨーロッパの強豪国とアウェイで戦うことで、自分たちの今の力を試す物差しになる。と池田監督は位置づけたものの、イングランド戦では相手に飲まれ前線は孤立。主将の熊谷は、イングランドは速くて強さもありますが、ここ何年かで技術的にもすごくレベルが高くなっていて、
彼女たちのストロングを出させてしまいました。なぜこういう結果やパフォーマンスになったかということに、チームとして向き合わなければいけないと思います。いろいろと試行錯誤している中で、相手によって自分たちができること、できないことがあると思いますし、そういった判断材料、戦う術を増やしていかなければいけません。と危機感を強め、中盤の長谷川も、相手が強いとどうしてもウイングバックが下がってしまい、インサイドの自分や日向も下がって、5-4-1 のような形になってしまう。と3バックのデメリットをこの時点で明確にできたのは、この遠征での収穫だったのかもしれないね。ワールドカップでは高い位置から仕掛けて3バックの良い部分が出てますもんね。池田監督もナイジェリア、ニュージーランドとの2試合と欧州の強豪2試合を3バックで戦い、明暗がくっきりと分かれたことに、4試合でトライしたことは自分たちの成長につながると思う。とコメントし、2022年を締めくくり、明け2023年のシーブリーズカップにてその成果が明らかになる。南米チャンピオンであるブラジル、世界ランク1位のアメリカ、東京オリンピック金メダルのカナダ、そして日本という強豪ばかりが集う。この大会も基本は3バックで臨んだ、つまりワールドカップで使えるかどうかの試金石。結果だけで見れば、初戦のブラジル戦は多くの好機を作りながらもそれを生かせず0対1で敗れ、アメリカ戦も押し気味に進めながらカウンターに沈み同じく0対1。しかしカナダ戦では終始有利に試合を進め3対0の勝利。イングランド戦後には多くの選手から3バックでは守りきれないんじゃないかと多く上がっていた不安の声も、最終戦後には、選手の誰もが口を揃えて、ここが最低ラインだと語ったように一定の手応えを選手もつかみ、池田監督はこの大会について、選手たちは大会中に成長した姿を見せてくれた。ここをスタートとして女子ワールドカップへ準備を進めていきたい。と3バックを一つのオプションとしてワールドカップを戦うことを決意。4月の欧州遠征、デンマーク、ポルトガルとの試合でも3バックで臨み1勝1敗と、一定の成果を残した。こうやって聞いてると、3バックで今大会快進撃を続けてるのが信じられないぐらい失敗してるんですね。確かにその通りだね。直前のパナマ戦でも試していたけど、相手の実力もあって参考程度って考えると、アメリカ、イングランド、スペイン、ブラジルはもちろん、デンマークといった中堅国でも敗戦を喫している。そうやって考えると、スペイン戦の圧勝は選手たちにとっても本当に自信につながる一戦だったのかもですね。スペイン戦の前、ディフェンダーの南は、ここ2試合はリスク管理を徹底してきたので、やられなかった。スペイン戦はディフェンスの最大の見せ場。今までのいい流れをしっかりとぶつけたい。とスペイン戦を一つのターニングポイントと捉えていた。それを考えると本当に自信になっただろうね。とはいえ、アンダー20代表では馴染みがあったとはいえ、まだ1年ぐらいしか試してないシステムなだけに。スウェーデン戦では仮に先制されたらどう転ぶかわからない怖さもありますね。だね。ただ選手たちは落ち着いている。スウェーデン戦を控えての選手たちの最新のコメントを見ても、スウェーデンはノルウェーと戦い方に共通している部分があると思うので、ノルウェー戦での失点に対する修正をまずはしっかりすること。とゴールキーパーの山下は口にし、さらに、大会に入る前以上に、みんながすごく成長していると思いますし、目に見えてチーム力が上がって、それに結果がついてきています。それが自信にもつながっています。とこの大会の中でどんどん成長していることを実感しているとコメント。師匠の熊谷はベスト8に対して、東京五輪で悔しい思いをしているので、リベンジの気持ちはありますけど、とにかく今このチームで少しでも長くプレーしたい気持ちの方が正直強い。自分たちがここで結果を出すかどうかが、日本の女子サッカーの未来にもつながると思うし、また見てくれる人も増えるかもしれない。次の一戦が大きな意味を持つと思っていて、内容動向ではなく、結果を出して次につなげられるようにしたいです。と勝利への執念は誰よりも強い。ここを突破すればスペインかオランダ。それを超えれば決勝が待っている。いやー、なんとか勝ってほしい。だね、ここまでの歩みは紆余曲折あったけど、大会に3バックが間に合って戦術的な柔軟性はかなりました。明日のスウェーデン戦はどういう展開になるかわからないけど、最後まで諦めずになでしこらしいプレーを見せてほしいね。絶対勝ってほしいです。そしてベスト4、その先まで期待ですね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。